あおちゃんかな、あおちゃん、あおちゃん、あおちゃん怒ってない、大丈夫、あおちゃん出せる気しないな、ゆけちゃん、ゆけちゃん誰かいける、あおちゃんいける、そうね、私とね、ゆけちゃんね、あんまペンギンと仲良くないよ、はい、ありがとうさあ、出てきてくれました、これね、あおいちゃんです、もうちょっと前まで大丈夫ですよ、はい、一番動かない動物なんでね、お写真たくさん撮ってあげて見てください、終わった、喧嘩してましたね、さあね、こちらのペンギン、何ペンギンか知ってますか、モクモクペンギン、違うだな、お姉ちゃんがね、正解言ってくれました、ケープペンギンって言います、で、お兄ちゃんが言ってくれた通り、ペンギンって寒いとこに住んでるイメージが多いかと思うんですが、北極とかね、住んでると思うんですが、このペンギンさんはね、アフリカに住んでるんですよ、ね、南アフリカのケープ半島でね、すらしているので、こうやってね、お外でも飼育できます、で、今あのお姉さんとね、ペンギンさんが何かやってますね、あ、ペンギンさん流の愛情表現なんです、好きだよ、好きだよ、お姉さん好きだよって言ってね、愛情表現してくれてますがね、私のこと好きじゃないんでやってくれないですねで、ペンギンさんすごくね、目がいいし、ちゃんとね、耳も聞こえてるので、好きな飼育係の声とか姿をね、しっかりと認識してるんですね、なので人をね、しっかり見分けてます、で、まあ私たちもね、ペンギンを見分けなきゃいけないんですけど、まあよく似てますので、お、危ない、食べちゃダメよ、で、目印がね、どっかについてますね、お、手手なんかついてますよね、これ私たちタグって呼んでるんですけど、この色が一応一は違います、これが名札代わりになってるんですね、で、この子が葵ちゃんめっちゃキレてるじゃん、葵ちゃん、何で怒ってんの、葵ちゃんね、じゃあこっちからね、名前紹介していきます、名もないのが五右衛門くん、青と白で空くん、黒でジョニー、青と黒で青黒さんね、紫で紫さん、青と黄色で青木さん、黄色と赤でアリサちゃん、で、この子が葵ちゃんバトってるね、さあじゃあね、皆さんにね、聞いていきますよ、はい、何もないのがゴエモン、あ、すごい、ゴエモン、青と白で葵ちゃん、あ、じゃあそれだな、葵ちゃんくんだ、そう、そらくん、そうです、黒でジョニー、大正解、青黒さんね、そのままで、はい、紫で紫でそのままですね、青と黄色で青そのままですね、はい、黄色と赤でアリサちゃん、ありがとうございます、この子が葵ちゃん、葵ちゃん、素晴らしい、皆さんもう明日から飼育係になれますね頭に乗ってるこうやってね、私たちもね、ペンギンさんたちのことね、見上げてあげるのがとても大切、こちらに、さあ、地元気をつけて、葵ちゃん、もろちゃん、バイバイ、おちゃん、帰ろう